というのは非常に不思議な国で、確かに遅れているという点もあるんですけれども、例えばですね、ノーベル賞を取る人もいますし、一般の中小企業ででもですね、発明発見して非常に優れた世界に認められる技術を持っている企業とか人も生まれて誕生してくる国なんですよ。これはアジアにはあまり見られない現象でですね、つまり可能性があるということになるんです。で、ただですね、今の教育のやり方ですと、どういうことかというと、例えばですね、日本ハムファイターズの大谷選手います。165キロを投げる。で、バッターとしても優れていると。で、彼のような選手がいますけれども、例えばスポーツをやった人間だったら誰でも知ってますが、彼と同じ量の練習をしてですね、同じあるいは倍とか3倍の練習をして彼と同じになれるかというとなれないんですよね。で、どういうことかと言いましたら、今のような詰め込み教育だけでしたらですね、誕生するのはいわゆる人工知能とかコンピューターの学習にしても、例えてみればインドあたりでやってるですね、プログラマーとかそういう人は作ることはできますけども、ところが本当の能力を伸ばすということはできてこないんですよ。で、逆にですね、例えば LED を発明した白川さんとかですね、尾形さんもそうですし、何か特に優れた人がいたりすると、どうしても周りで足を引っ張ってしまうとかですね、あるいは中小企業の発明発見もこの番組でですね、以前言われてたんですけども、特許を取って、特許を認可する特許庁でですね、それを取ってしまって大手企業に振ってしまうというようなことを行ってますので、これではですね、本当に優れた力を伸ばすことができないというふうになってきています。で、そこが一番の問題あるところだと思っています。ありがとうございます。これで人工知能を終了させていただきます。ありがとうございました。いたします。スーパー乳酸 CPL は東海大学医学部において、がんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため、腸管からの吸収がよく、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい。美容や健康が気になりだした。体力が落ちてきた。このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい、砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで。お待ちしております。日本はユーロシアの一員である。